必見。計算せずに答えを出せる掛け算の裏技、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。計算をせずに数えるだけで答えを出す方法をご紹介します。まず21に注目して、10の位が2なので、上のように横に2本直線を引きます。1の位が1なので、先ほどの線と少し離して1本直線を引きます。次に13に注目して、10の位が1なので、今度は縦に1本直線を引き、1の位が3なので少し離して3本直線を引きます。ここで左に少し回転させます。そして縦に3分割します。左部分の交点を数えると、2つあり、これが計算結果の100の位になります。真ん中の部分の交点を数えると、7つあり、これが計算結果の10の位になります。右部分の交点は3つあるので、これが1の位となり、273が正解となります。そうなる理由を説明します。本題を筆算で右上のように計算するとき、オレンジ枠の部分が図の右部分であり、1本と3本の直線の交点なので 1×3 となります。ピンク枠の部分が図の真ん中部分であり、上は3本と2本の直線の交点なので 3×2、 下は1本と1本の交点で 1×1、 その2つの掛け算を足したものになります。青枠の部分が図の左部分であり、1本と2本の直線の交点なので 1×2 となります。要は今回の方法は、普通の筆算を直線で可視化したものということになります。おまけ問題です。ある規則に従って数字を並べていくとき、10番目の数字は何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。